これ必要。クリエイターサポートはマイチャンネルによろしくお願いします。皆さんこんにちは、ジャンピングはい、今日はですね、リアリティフォールズ縛りやっていきたいなと思います。リアリティフォールズのね、このでかい木の中にある武器縛りでございますね。こちらですね、かなり前にリクエストいただいておりました。リクエストありがとうございます。なんで今更ですね、この縛りやるかというとですね、今日使ってるこのスターファイヤーがですね、リアリティフォールズ付近をね、飛んでる絵があったので、この縛りやっていこうかなと思います。この上に誰も来るなよ、頼むから。この上の武器は俺のもんじゃ。この武器構成でいきますか。じゃあわかった、なんかやってんだな。わかった、じゃあ見逃してあげるよ。じゃあ私はこれでいきますよ、さよなら。とりあえず武器構成としてはこれでいきたいなと思います。お、レベルアップトークンがある。やった。そっか、忘れた、この存在。今の人もレベルアップトークン狙いか。通過するだけでレベルアップしますか。いやー、ありがたいですね。このファンタズムもいいですよね。今回はちょっとタイミングが悪くて動画を撮らなかったんですけれども、もうあるあるある。あ、ここは降りるのかな？ここは降りるっぽいな。いた！ちなみに回復は取ってよってさせてくださいね。あ、これ必要。いや、せっかく使える武器置いてきちゃったの、そういえば。これはおバカにも程があったか。OK。あー、このスキンめっちゃ派手やね。ヒントも欲しいな。あれだ、やばい、いる。あれ、やめてよ。よし、弾だけちょうだい。あ、これもいいね。ちょっとこれ後で置いとくわ。いたいたいた、どっちどっち、こっちか。おーっと、あー、取られちゃった。うわー、これ欲しいけど。やばいやばいやばい。
早く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 。やばい。くー、厳しい。よしよしよし。ふう、なんとか生きてる、なんとか生きてる。ふう、なんとか、なんとか回復にかん。こっちにするか。違う。なんで。オッケー、やったー、リアリティフォールズ縛り無事ビクロできました。いやー、危なかった。この最後の人危なかったすごい強そうな人でしたけど、近距離のオートショットガン白でも勝てましたね。よかったです。今日のお題は、小腹が減った時に食べちゃう？我慢する？たくさんのコメントお待ちしております。はい、それではコメント選手権の採用コメント読んでいきたいなと思います。今日の背景はですね、同じくゼロビルドで8キルクラウンビクロした時の様子でございます。昨日の動画のお題はですね、秋といえば食欲、読書、芸術、スポーツでございました。まず YouTube にいただきましたカイジさんですね。デートゲーム、前回みたいにスキンがカード化の仕様があると嬉しいです。秋といったらやっぱり食べ物ですね。栗にサンマ、秋には美味しい食べ物がたくさんあり、特にサンマは漢字に秋が入っているくらいなので、秋といったら食べ物だと思います。これからも応援しています。ちなみにマイクラ PE 版の実況より前から見てます。ってありがとうございます。カイジさんね、あの電車系のアイコンになったので、もしかしたらプラレールやってる時とか、そのあたりからご覧になってる方なのかな。ありがとうございます。長いこと見ていただいてね。そして秋といったら食べ物ね、わかります。僕も秋といったら食べ物かな。サンマは美味しいよね。はい、続いてこちら LINE にいただきましたゆうきさんですね。お父ちゃんナイスブクロイ、僕は部活もあるのでスポーツです。今度縛りなしのガチタイマンやってほしいです。僕は DMR が得意なのですが、お父ちゃんは何が得意ですか、教えてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。僕はですね、コンバットアサルトライフルですね。もうコンバットアサルトライフル今シーズン大好き。もうあれが本当サブマいらずで大好きですね。弾の消費は確かに激しいんだけど、結構僕は遠距離でも当てられるんで、いろんなモードに追加してほしい。アリーナにもできればコンバットアサルト追加してほしいんですが、現状ではアリーナないんでね。続いてこちらも LINE にいただきましたリックさんですね。お父ちゃんナイス、レートゲーム難しいですよね。私は秋によく読書をします。理由は図書院に入ってからよく本を読むようになりました。これからも頑張ってくださいと。ありがとうございます。素晴らしい。秋ってやっぱね、こうカラッとしてて気持ちいい季節なんでね、外で読書なんてのもいいんじゃないですかね。ということで、先ほど言った通りですね、秋といえばやっぱ食欲の秋かなと思いますんで、美味しい食べ物いっぱいありますんでねいっぱい食べていこうかなと思っております。太っちゃうんだけどな、またな。はい、ということで今日の動画のお題はですね、小腹が減った時に食べちゃう？我慢する？ということで、この食欲の秋に寄せた質問になってますけれども、皆さんはどうされますか？我慢しますか？食べちゃいますか？コメントで教えていただければなと思います。たくさんのコメントお待ちしております。
ということで今回はですねリアリティフォールズ縛り今更ですがやってみました。これかなり前にリクエストいただいてたんで、実際やることができてよかったかなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。